今回購入紹介するのは BT21 のぷっくりラバマスグミ3の BT21 トレーニングのトレーニングしているラバーマスコット付きグミです。で、これ2つ買った理由は全14種って、これ見れ、こっちの方や。全14種って書いてあるじゃないですか。でも12個入りなんだよね。ってことは絶対に1箱じゃ揃わない。そう。で、なぜ14個入れてくれない。そう。その2つ付きとかじゃないから、1個しか付いてないの。1袋にね。しかも、今までの経験上、グミは大体、そもそも、かぶりが多い。そう。だから、なんか、追うと死ぬ。そう。だからこれもやばいと思う。うん。二つ買ったところでね、やばいよ。だからもうあまり、もう諦めて追わないようにして、そう、数が揃う分だけとりあえず挑戦してみたいと思います。あ、で、これがね、イメージ画像っていうね、感じ。こういうのが入ってますよ。で、こっち。かわいいよね、ほんとすごいかわいい。で、ここにもこんな感じ。長いね、RJ。長い。とりあえず押し狙いで、そう、これ。タタと RJ と、クッキーが来てくれたら嬉しいけど、とりあえずは全員欲しいけど。そう。じゃあ、開けていこうかな。じゃあ上の箱から開けていきます。じゃあ下の箱をとりあえずどけておきます。で、こんな感じで、これを蓋がこっちに来るようにして、上から開けていきます。上からね、上から下に。じゃあ行きます。で、2種類あるね、袋ね、色が違うし。あ、確かに。じゃあ1個目、こちらのちょっとオレンジな、ちょっとオレンジ、強いやつね。またブドウ味だ。ブドウ味だ。もうこれしかないんだ。同じ製造で作ってんの。グミの種類は全8種類、形でーす。こういうやつ。でもね、チンパね、グミが唯一食べられて美味しかったの。唯一食べられてて、おかしい、クッキーとかも食べるけど、一番好きだったんだけど、グミとかって。でもね、なんていうの、なんか、オランが調べたところに言うと、歯がやれるらしいよ。そう、銀歯が取れちゃって、なんか、銀歯取れたってツイッターで検索したら、グミで持ってかれてる人も結構いて。そう、だから今恐怖になってる。これはやばいな。やばいなって。特にね、少なくとも年末は食べない方がいい。やってねえから。歯医者はね。どこの病院もやってないからね。そう、地獄を見るから。年末終えてからの方がいい。あまり食べすぎないように、ちょっとずつ食べて。そう、あとね、一番危険なお餅も気をつけてね。年末は。じゃあやっていきまーす。じゃあ一袋目いきまーす。せーの、せー。お、一番最初は、じゃん、ホヤーでーす。ホヤーでーす。トレーニングっていうか寝ちゃってるやつ。そう、すでに寝ちゃってる。寝ちゃってんじゃん。これなんだろう、スマホなのかな。あ、スマホじゃん。このオレンジのボールチェーンがついてる小屋です。小屋です。1個目は小屋です。小屋です。じゃあ2個目いきます。これが、ん、違う、これもオレンジか。オレンジだ。そうだね、これもオレンジだね。これ同じや。じゃあそのままいっちゃいます。いっせーの、せーの、おー、チンパ推しの RJ です。腹筋頑張ってます。ショートケーキ、もう食べたいからやってんじゃん。いや、食べたいからやってんじゃん。食べたいために、そう、やってから食べようっていう。そう、赤いボールチェーンのついた可愛い吹き出しまでだって。そうだな、こういうね、ぷっくりして結構太いね、ぷっくり部分は結構厚い、分厚い、長いね、本当に。の RJ です。ダイエット版みたいな。そう、腹筋食べたい、でも食べたいためにやるのはちょっとチンパと同じだね。そうだ、やばいね、これやばいね。やばいかな。食べるのを諦めるんだけど、食べたいから運動しよう。でも絶対カロリーの上回ってる。確かに。太っていくパターンの RJ です。です。で、ここで3個目で、また、なんだ、3個目でようやく袋が変わる。違う。こっち。今度はタタと、薄い色の、そう。で、タタとマニー。さっきのが、チミと、そう、チミだ。チミだ。そう、チミが表に出たんだけど、今度はタタとマンのやつ。大きく違う。そう。で、味は一緒ね。別に変わらない。袋の中。じゃあ行きまーす。一斉のせ、もうもうかぶりです。もうかぶりの、もうすでに12個そばで、小屋です。小屋です。じゃあ次行きます。さっさと行きます。でね、さっきと同じです。4個目ね、4個目、行きます。一斉のせ、もう、表紙になってたやつ、表紙のこのやつ、じゃん、トタとマンでーす。しかもこの真ん中のとこちょっとこう透けてる。あ、そう、でもなんか、なんだ、タタの手が伸びてるから、これ運動になってんのかね。確かに。の、自由自在に伸びるから、でも自由自在じゃん。うん。タタとマンの組み合わせの。そう、ブルーのボールチェーン。ちょっと透けてんのね、こう。そう、透けてんの。透けてるけど。かわいい。透明、曇り透明って曇りガラスみたいな。そこ、ちゃんと、なんだよ、空間がありますよって感じなのね。うん。かわいい。ね、じゃあ4つ目はタタとマン。
でーす。じゃあ5つ目いきます。一斉の。あ、びっくりした。かわいい。タタトコヤでーす。タタトコヤです。え、タタめっちゃ力持ちじゃん。そう。コヤ怖がってんじゃん。震えてんじゃん。コアラのぬいぐるみみたいだね。うん。またちょっとこう透明な、なってるな。そうなってね。かわいい。でも顔が怖いもんね、ちょっと。そうだ。真顔すぎて。そうだ。オレンジのボールチェーンがついてます。5個目がタタとコヤのやつでーす。じゃあ次いきまーす。6袋目でーす。一斉のせ。おぉ。次は、じゃーん。チミーとシュキ。チミーでーす。だからチミーがあの何、ダンベル？バーベル？バーベル？バーベルじゃない。ダンベルじゃない。ダンベルはあの硬いっぽいやつね。うん。バーベル上げてるやつ。でもなんか何か食べてそうなほっぺとしてるけど。噛んじゃってんじゃないの？それチンパじゃない。汗まで出てて、ほんとも曇り透明になってまーす。で、ブルーのボールチェーンがついた。シュキとチミーでーす。じゃあ次いきまーす。7袋目でーす。いいせーのせ。もう違うやつ。すごい。え、結構順調だよ。うん。じゃあ、RJ とシュキ。で、RJ はなんだっけ、サンドバッグしてるかな。サンドバッグ。ボクシングしてる。うん、めっちゃ頑張るじゃん、RJ さっきから。シュキは基本応援なのか。シュキは太らないって設定なの。まあ確かに。あんまり体ないもんね。そうだね。顔そうだね。あの顔シュガーさんも痩せてるから。そうだね。うん、オレンジのボールチェーンがついた RJ とシュキです。の透明バージョンね。半透明バージョン、うん、かわいいです。じゃあ次8袋目かな。8袋目いきます。せーの、せーの、せーの。しかもさっき今出たやつ。今出た RJ とシュキです。はい、9袋目いきます。せーの、せー、うん、おーすごいやつ。じゃーん。じゃあマンとシュキです。なんだ、組体操。組体操、うん、全然何のあれもないよね。苦労もない。そうそうそう、完璧みたいな。マンのボンボン持ってる2人の組体操になってます。で9個目がクッキーとマンで です。じゃあ10袋目いきます。一斉のせ、うん、シュキです。です。みんなダンベル持ってるよ。そう、一番すごいのはこの子じゃん。そうだ、だ一族はすごいじゃん。この重さも耐えてるのね、うん、こんなちっちゃいのね。すごいです。オレンジのボールチェーンのシュキ、シュキ3人組。そう、シュキポートーテンボールみたいな。結構かぶってないよ、うん、結構順調じゃない。うん。10個目で11袋目です。これなら2箱で揃うこともあるかもしれない。一斉の、せ、あー、あー、かぶりだ。そんなこと言ってるからフラグを踏んだね。チミとシュキのかぶりです。3個目のかぶりかな。じゃあ最後1箱目、最後12袋目です。もう最後、うん、早いよ。一斉のせ、あー、かぶりです。です。タタとコヤのかぶりです。じゃあちょっとかぶりを抜いていきます。まずスープが。だから今回はかぶりを抜いて8種類揃った。結構揃ってる。だから14種だから、あと6種類か。結構まだある。うん、6種あと。ってことで第2戦に行ってみたいと思います。じゃあ2箱目やっていきます。で、ちなみにここに置いてあるのはダブリを抜いた、あのなんていうの、一応揃ってるやつ8種類を置いてあります。あと残り6種類。6種類です。いきます。で、さっきと同じように箱、蓋をこっちに置いて上からね、やっていきます。で、袋は同じだと思うんで、全部、まあ、パパッとやっていっちゃいます。いきます。と袋目、あ、こちら、せーの、初めてのやつ。初めてのやつです。じゃーん、じゃーん、 RJ とチミーです。体重計、体重計に乗ったけどいたずらしてチミーを乗ってるパターン。あるある、あるある、ひどい。結構 RJ 出てるよね。うん、チンパーシー RJ、今回は運がすごくいいで です。じゃあ、2箱目の1個目は RJ とチミ。 RJ とチミ。じゃあ、2箱目いきます。一斉のせ、あー、かぶりです。かぶりの初期3連戦で です。じゃあ、3袋目いきます。あと5しかない。そうだ。一斉のせ、かぶりだ。かぶりだ、やばいね。マンとクッキーです。きついね。かぶりです。じゃあ4袋目いきます。やばいやばい。違うやつ、違うやつ。一斉のせ、お、違うやつ来ました。クッキーとコヤでーすのボクシングね、シャドーボクシングかな。うん、でーす。クッション一つで、うん、グローブじゃねえんだ。
ね、自分の枕じゃない。小屋の枕で練習してる。スッキーと小屋です。です4個目、うん、じゃあ5袋目いきます。いっせーのーせ。あータタと小屋のかぶりです。やばいね、ここで一総括して今4種かなと。4種であと袋が1、2、3、4、5、6、7、 7個で 4個当てなきゃなんない。じゃあいきます。6袋目かな。でもなんか結構出そう。一斉のせ。あーやばいね。チミとシュキのかぶりです。あと6袋で4つよ。だってきついよ。まだいける。7袋目かな。ここら辺で別のが出てほしいね。一斉のせ。あーやばい、もうやばい。これかわいいけど、これのかぶりが多い。そう、虚無ただです。やばす。 5袋で4個、もう無理だな。ミラクルが起きるかもしれない、うん、ここで来なかったらきつい。せめて1個お願いします。一斉のせ。あ、来た、来たんじゃない。わー、スミーでーす。え、あ、こうか。あ、こうだ。あ、そうだ、ね、ブレイクダンスみたいな踊ってるやつ。青いボールチェーンのチミ入れました。これで残り3種まだいける。あるよまだ。ここで来なかったらきついな。またきついな。常に影っぷちだよ。お願いします。余裕がなきゃ。一斉のせ。あーやばいね。この子のかぶりも多い。 RJ とシュキのかぶりです。あれ残り全部。残り全部。最悪。残り3個で、あと3種類です。これがかぶりだったら、惜しいけども。もうダメだ。おさよな。一斉の、せ。あー、終わった。かぶりでーす。クッキーと、小屋のかぶりでーす。シュン。終わった。もうなんか、ハイライト終わった。結構ね、惜しかった、今回。そう、今までのグミよりね。うん、でも全然ダメだわって感じなのに。結構、ツーボックスで惜しかったな。一斉のせ。おお、新しいの出た。出た。クッキーでーす。です。うん、プロテインみたいなの飲みながら、運動してるクッキーでーす。クッキー出てなかったね。うん。では最後の一ついきたいと思います。で、違うやつ。一斉のせ。あー残りだから2種だな。2種揃わなかった。惜しい。小屋のかぶりでーす。これも多かったです。そうだね、これも結構出た。3個だ、これ。じゃーん。じゃーん。で、こんな感じの配列になります。こっちから上からね。ずーずー。特になんか、法則はない。ないね。で、かぶりを抜くと、これと、これと、これ。そう、その式、当然ポール。こんな感じ？こんな感じ。え、これもか？よし、これ言うで。で、感じかな。で、並べると、だから、これで、2、4、の矢の、と、13種。だ、惜しい。ん？ 13 種？ 13 種？え、なんか W がいる？誰が？いるじゃん、これ。何紛れてんの？12種類。12種類。だから、あと2種だ。2種類だった。惜しかったね。惜しかった。誰が出てないの？マンの一人がいないね。あ、そう、マンがいないね。あともう一人。だけ？え、タタもいないんじゃない？あ、そう、タタの一人が出てない。出てない。多分。そう、マンとタタがまだいないの。多分ね。多分見た感じだと、みんなが一人でいるんだとすると、そう。一人のいないのタタ、タタのマンが一人のやつがいません。あ、そうだね。そう。これこれこれタタ。タタ。このタタいない。マンだ。そう、この二人がいない。わあ、残念。うん、まあでもね、まあ揃った方が確かにね、うん、全体的には揃ったから。じゃあ今回は、なんだっけ、 BT21 のぷっくりラバーマスグミ3の BT21 トレーニングってやつになります。じゃあ以上です。以上です。